はい、こんにちは、サルウィンです。行きますか。警告で、覇王、カカカカリオメザル、サンゴサンゴサンゴフォー、アフリカ王子実況。というわけで、行きましょう。バージョン 1.0004、じゃなかった、000D かな。なんで4って言ったんだ、今。4番目だからかな。アルファベットの順番が。はい、ですね、これまたですけど、前回の続きっていうか次の戦いなんですけど、あ、そう、前回多分そう触れ忘れたけど、ゴケイさんに戻してます、あの超、幼少の枠を。とりあえず普通にやろうと。あとね、ゴケイさんなんだかんだ偉いんですよね。やっぱり今井対決とかした時に、この遠弓っていうか遠球、なんか私遠弓って言っちゃうんだけど、どっちでもいいかな、まあ、遠弓マヒアが強いんです、一応ね。まああんま叩くか分かんないけど、周りによったら20でもいいかなって感じもありますからね。多分溶けるかもしれないし。で、お相手の方がですね、この曹操、スターターの曹操なんですよね。四季の曹操。うん。てか、よく見たらまた、そうですね、始めたばっかの方とのマッチングばっかです。なんかごめんなさい。あ、そう、ラウンド1もそうなんだね。ラウンド1も朝1で空いてるんだよね、多分。うん。そうだ、24時間とは言わないけど、結構営業時間早いんですよね、ラウンド1。だからラウンド1とかレジャーランとかだとマッチングすると、うん、朝早くとも。この戦いはどうでしたかね。とりあえず橋攻めしていくと。これちょっとぬるいんですよね。曹操大丈夫かこれって感じですよね。ちょっとこれだと栃木、もう曹操が右に行ってるんで、まあ、朝鮮の工場入るわけないんで、孫策はもう左からですね、左に行ってるかもしれない。曹操を、ギャグじゃないですけど、曹操を曹操に倒して、まあ、他のこの集大と理事の工場を取っていくっていうことをやりたい。いや、なんかクソもいいですね。大丈夫かな。いいですね、リーチかっこいいな、今回。なんか前回はなんかうさんくせえおっさんやったけど、今回なんかかっこいいですね、中二感が溢れている。で、ちなみに相手の方はもうガン攻めに来ましたね。ただ私ここはもう言っちゃなんだけど、これはうまいと思いましたよ。だってもう曹操落とせるんで、そしたらもう孫策でこっち戻しちゃえば、橋で2点の工場は止まらないけれど、まあ曹操と王位のね、牽制はできるんで、孫策で。で、その間にあとは朝鮮と呉慶が復活してくれればグッドって感じなんで。あ、これ潜り一つしたいけど王位が怖いんで、とりあえず潜りで時間稼ぎたい。で、叩かれちゃったんで、これはしょうがないんで、てか私もさすがにね、式7開幕毎度舞うってわけにもいかないのでやります。はい、勝方です。これで余裕で守れます。なんという城の殴り合い。まあ、ある意味やっぱそうですね。なてか危ねえな今。危ねえ。孫策が2とやってます。いやー、だって怖いんだもん。多い怖いもんっていうか、やり怖いんですよ。ゲゲリダメージ上がったんで怖いんですよとか言いながら、アウチ。アウチ。まあ言うてですね、もう終わるんですよ。はい、終わっちゃうんです。はい。はい。額もたやすく壊れるものか。いやー、リジのこの落城ゼリフが見れるとなかなか熱いですよ、これは。チャキーン。はい、というわけでですね、なんと回ずに終わってしまいました。基本的に1試合どっかで舞いたいなっていう感じはあるんですけど、まあこれはしょうがないといえばしょうがないですよね、いろんな意味で。だから警告慣れしてない方って、まあ言うて私の警告のやり方も特殊なのかもしれないですけどね。私でも基本やっぱ開幕特に全、ずるずる、今回は、まあ、塗らないといけないんで、塗りも含みで、あとやっぱ朝鮮のせっかく の制圧さんを生かさない手はないですからね。まあとりあえず少なくとも塗りはしたいと。うん。しかもだって制圧取ってますからね、一応。はい。制圧ね、優勢取ってますからね。いや、少しでも、内乱とかも序盤取れるのは取りたい。いや、ちょっとまああとは本当にやっぱこの最初の伏兵なしとかやったら、もうあともう素振力とか、あともう言っちゃうともうスキルゲーなんで、まあ、あとはいかにこの兵士の特性を生かしてうまいこと相手の兵力を削ったりとか、格好撃破でとかしていくかとか、まあ言うてここにクソぬるいんですけどね。孫策はね、もう左でいいです。ここはね、違うなって感じですね。反省会。あ、そうだ、よく考えたら。
後半とか言うの忘れた。すいません、後半戦です。今から言う後半戦です。もう何でもいいです。もうちょっとね、まあちょっと動画のスタイルはまあいろいろ考えていってますけどね、編集入れたりとかもそうですけど、まあ言うて私本当にある意味なんか謎のポリシー持ってるんで、あの編集、まあ編集嫌いなわけじゃないですよ、うん、編集が嫌いなわけでも編集が全くできないわけでもないんですけど、まあそのじゃなんですけども、やっぱりその時間があるならば、あのゲームのプレイとか、こういうなんか動画の撮りとかをやりたいというか、そういう人なんですよ。はい、すいません。まあいろいろね、そういうのも私ちょっと考えていきますけれど、今はね、あと PC がやっぱしょっぱいんで、まあその辺はおいおいです。はい、まあびっくりご期待ください。まあ、あと基本的に言っちゃったんですけど、本当自己満足で動画上げてるとこはあるんで、はい、まあ、自分のね、このなんか反省会が思うってやっぱしメインなんで、それをさらに今誰か楽しんでくれたらいいなってぐらいで上げてますんでね。はい、獣の防衛を打ち砕く。っていうか一応女帝の連、女帝じゃねえや、除血の連撃はちょっと弱体化したんですよね。まあ言うて効果時間が短くなっただけで、上昇値は変わらないって話なんですけど、てか言うて、だからこの動画別に反省会ってなんだろうって感じで、むしろどっちかというと向上力かな、向上力どうしてあげましょうを見たいかな。集体の壁、そうだな、この感じ、この動画だったら一応そのなんやろ、壁突っていうか、うん、壁構造の威力っていうか結構なんだかんだで減るな。そういうことか。ちょっと待って、一応今20とこう、ああやっぱ気持ち集体の方がやっぱり向上力高いですね。気持ち、まあちょっと待ってか、そこそこ高い。アウチああアウチ、せめてね、せめてこっちで死のうよっていうこともあったけど、まあ額もたやすく壊れるものか。すごいことになってるけどね。どうしたっていうか、もう何どうなってんのこれみたいな感じですけどね。どうなってんですか、高速具がついてるんですか、なんかもうなんかやばいっすよ。もうなんかエヴァ初号機よりやばいっすよ。いろんな意味で、いやもう化け物じゃないですか。若干化け物化してますね。たまらないですね。いいですね。はい、ってな感じでちょっと短いですが終わっちゃいましたね。というわけで、はい、特に歯と語るところはないかな。うん、式使う、結局式も万有に使ってしまったので、はい、というわけでないですね。はい、おしまいです。お疲れ様でした。バイバイです。